はい、ということでここからは解説をしたいと思います。体中にあるポッチみたいなものはビルダーパーツの丸いパーツの下にプラ板を貼り付けて再現しています。大きいところは中心にレジンを流し込んで丸みを出してあります。こうすることでグレアの特徴的であるポッチを表現することができるかと思います。そして塗装ですが、今回はサーフェイサーを拭いた後に艶消しの黒で塗装し、あとはほとんど筆塗りを頑張りました。湾曲している部分と細かい部分が多く、マスキングテープではちょっとやりづらいなと判断したため、細かい塗装などは筆塗りをやっています。赤はちょっと暗めな赤を塗装しています。で、金もなるべく明るい金にしようと思ってやったんですが、ちょっと暗いですね。そして肩と腰のマントは布を貼り合わせて再現してみました。もうちょっとマントうまくできたらよかったかなと思います。しかし仮面ライダーグレアと仮面ライダーバルカン、それからエントリーフォームを変えればこちらを作るのは結構たやすいかなと思います。お腹の腹筋のパーツはプラ板を貼り付けて再現しました。今回は意外とうまくできたんじゃないでしょうか。こちらはパテなどを持ったりすることはないので、ぜひ皆さん挑戦してみてください。もしこのリガドがかっこいいと思いましたら、チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。皆さん、それではまた何作ろうかな。